アドボ東京タワーということで、あざっす。ということで、のんじゃの雑貨箱いっぱいセット、5箱目、2000円のやつです。もうね、音が、もう明らかに缶バッジみたいなのがカラコロン言ってますね。はい、ということで、開けましょうか。ね、2000円でございますから、こっちの、ごめんなさい、こっちね、伝票。くっついても剥がすの忘れてたから。じゃあちょっとこっちで。ね、住所丸出しのじゃこっち。ね、はい、はい、開けましたー。いきますよー。こっちだと丸出しだったから。いやーということで、来ました。やってまいりました。2000円ですね、これ、1箱。ね、これ全部で2000円ですから。もうね、送料と込みで2000円ですからね。はい。行きましょうか。まず最初、こちら。クリアファイル&シール、スーパーソニコン。ね。セクシー。おー、セクシーな、クリアファイルとシール。ね。これちょっと電車の中とかでこのクリアファイル出しづらいよね。ちょっと恥ずかしいところがありますけど。セクシーすぎるわよ、つってね。はい、そしてフリー。ね、いつも出てくるシードデカシール。あ、また出てきましたね。関西ジュニアさんのやつ、同じや、うちは、っていうことで、同じっていうね、同じーっつってね、できました。お今回も、これですかね、おそ松さん。おそ松さん出てきましたよ。これもおそ松さんのポスター100円ついてますね、これね。ポスター、うでも、ポスター、売りづらい誰のポスターかわかんないもんね。これも UFO キャッチャーかな、これね。こやつ、落っこちちゃうかな、バダーンつってね、はい。何これは何ですか、これ。ちょっとまた。買ったスーパーのやつ。あ、30円って買い取られてる。ね。スーパーで買ったんですかみたいなね。この、縛られちゃってね。これ中がわからない。何これボトルキャップみたいな。ていうか、ペットボトルに入ってるけど。ちょっとこれ、袋が、うまく開けられない。ね、すごいね、これ。なんか、明らかに買いました感がすごいけど。なんか、何が入ってるのこれ、シャツ？ああ！こういう感じですね。おそ松さん。あ、これ、靴と一緒だ。この、みんなの、スウェッターズっていうね。この、あ、T シャツだ、これ。こういう感じ入ってたのかな ?L サイズだそうです。L サイズのシャツ。ね、これ、こっからパカってくるのこれ。うわぁ、開いたよ、これ。しかも、もう元に戻せんでしょ、これ。ね。開けたら戻せません、これ。T シャツ、L サイズの T シャツ。で、おそ松さんね。あ、おそ松さん。多いな、おそ松さん。はい。おそ松さん、多い。アクリルさん、これでも結構でかいから、高いんじゃないのって感じもしますけど。1200円ですね。はい。はい、おそ松さん、ギャルのおそ松さん。あ、呪術廻戦、これ、野原さん、また同じやつだな。はい、ドデカおそ松さん、カンバッチ。これ何これ。アンサンブルスターズポーチ。はい。スタンドマイヒーローズ。おそ松さん、ね、バッチ。はい、お、黒子のバスケのバッチ。バッチばっかりだね。お、出たー！うわー、箱潰れてるし、ホレイの、ポスター。これ、どっか、チェックついてないのかな？ついてねえときたよ。箱開いてるしねー。これね、誰かわからんと、売りづらい。ほら、もう、ポスターももうちょっと折れちゃってるし。はい、この人、ね、ちょっとごめんなさい、名前知らないけれども。この人ですね。この人は、シーナさんね。シーナさんっていうコマーションがあったけど、シーナさんとは違うね。ポスター。フリーポスター。なんだこれ。お、ショーモンキング。何これ。どういうこと？何これ。ショーモンキング。6種類セット。オリジナルアートパネル。プライズキャンペーン。クレーンゲーム利用特典。お、なんだ、そういうことね。で、全6種類入ってるらしいよ、これ。へぇー。シャーマンキングもね、続編が、またやるということでね。親子で見てました。あ、こう、あ、こんな感じね。あ、もう、あ、いいね、これ。
お、いいね、いいね、いいね。おー、いいね、いいね。おー、おー、いいね、いいね、いいね。あ、いいね。はい、ハオさん。はい、いいね、これ。へー。なんか、ね、色紙みたいなね。めんこみたいですけどね。なんかね、懐かしい。はい、というわけで行きましょうか。はい。はい、テニプリ、実写版のテニプリ、カンバッチ。アイドシュセーブー。ね。これ何これ?コロプラ。ゲームかな?これちょっとごめんなさい。わかんないな、俺ね。はい。モスバーガーのマークみたいなのついてるけど、何ですかね、ちょっとごめんなさい、何のか分かりません。これセガ、あ、これ夢色キャストかな。はい。またこれちょっと隠れてるよ。これちょっと見えないんですよ。はい。ドルス、なんていうんですか、これ読めないですね、分かんないですね。これもなんだろうね。いい賞、いい賞のやつですね。分かんない。作品名が分かりません、ね。これは、上白夏目さんでいいですか?合ってますか?これちょっと、光の加減むずいですね、これね。あ、これアムネシアかな?アムネシアかな?アムネシア?これヒプノシスマイクですかね。はい。これはなんだ?アイドマスター?これ。そんなの分かんない。はい、文豪ストレイドックス。はい。これカバーに入ってんね。コロプラのやつさ、ゲームのやつかな?あら、プリキュア。懐かしい。なんか久々。ね。うちの子供が見た時のプリキュアだな。アカネ、なんとかって書いてあるか。二次三次だ!見えないの、スライで。顔が。これも二次三次アクリルの顔隠す?これなんだっけ?あ、これなんだっけ?あれっすよ、駆動なんとかってやつかな。駆動なんとか。ああ、しか言ってねえや。ね。なんだ、忘れちゃった。これはなんだか。これは、ブルーロックスクラッチ。ブルーロックサッカーのやつかな。はい、これ、2時3時、ね。はい。これなんだ、これ。レベル5、これあれかな。横落ち何ですかこれ。サッカーのやつかな。稲妻レオかな。わからない。お、ヒロアカ。たこ焼き食べてる。ね。アイドセーブあ、ポケモンのやつ。ゲームのやつかなこれ。あ、またよくわかんないメダルのやつ。これね、何使うのか全然さっぱりわからん。あ、妖怪メダル出てきたキラキラね、ジバニャンのやつ。これも光ってる。開けてない、しかも。で、これなんだろう。これなんだろう。あ、これもあれだ。スタンドマイヒーローかなどっちかな魔法使いかなお、かわいい。ケテちゃんの。ケテちゃんのやつですね。ケテちゃーんって帽子に入ってる。はい、これ何ですかこれ。あ、アイドルマスターかなね。はい。おそ松さん。映画のおそ松さん。何これ。あ、働く細胞。ね。あ、これさっきのやつかな。ブルーロック。ね、9時。9時のやつ。2時、3時。ね、見えない。顔が見えない。ね、妖怪メダル。あれこれさっきの、あっちのやつかな。新幹線に体がついてるやつ。はい。あ、出た、おそ松さん、フィギュア。これ、ちょっとごめんなさい、わからない。で、よかメダルが2枚。はい。そしてもう1枚。リビドリビドって書いてあるの、S3 かなこれ、ね、ちょっとわかんないな。愛中かなあ、これは、アイドマスターかな祭壇。あ、これコロプラのやつ。ゲームかなこれ、ちょっとわかんないですよね。はい、妖怪メダル。で、これ、毎回出てくるけど、知らないバッジです。はい。あ、オンエアって書いてある。あれ、これさっき出た、コリーのオンエアって言ったんですかね。なんかね、コリーしか書いてない、メーカー名しか書いてないから、ね、いつもわかんないんですよね。何の作品かわからないっていう。はい、これなんかヒーロー、戦隊ものかなのやつかな。はい、ごめんなさい、これもわかりません。わかりません。わかりません。はい、8日メダル4枚。8日メダル多いな。細かいね。はい、歌プリ。ポケモン。ポケモン。8日メダル。これ何これ月歌かなね、この感じ。何ごめんなさい、これちょっとわからんです。わからんキャラクターですね。あ、呪術廻戦ノバルクさん。はい、これはまたよくわかんないメダルみたいなやつ。ゲームのやつ。
はい、アイリスセーバー頑丈、あ、キラキラの妖怪メダル、妖怪、これあれだ、東方プロジェクト系、これ何これ、アニメートカフェ、ソリッドなんとかオン、なんとかステージとかだな、ちょっとごめんなさい、わかんない、文豪それ独数、マジ歌、歌プリって書いてますね。マジ歌っていうと、あの、ゴッドターンの方を思います。はい、歌プリですね。はい。ねえ、そっちかなっていう、思っちゃうけど。はい。もうちょっとごめんなさい。もうずーっと気になってたんですけど、あ、もう先に出しちゃいます。はい、これ。ラブライブのフィギュア。しかも、空いてる。今回空いてるよ。こういう組み立て式じゃないのね。だーん。あ、綺麗じゃない？うん。お。これ、多分飾ってないやつ。ほら、ちょっとセンスが落っこっちゃって、ここにあったの、ポロッと落っこってるけど。綺麗！すごい綺麗だよ。台座とかも汚れてないし。あ、これは、一応開けた、あ、確認かな？中どうなってるかな、つうので。確認して、中身未使用だっていうことが分かったぞということなのかもしれないですね。開けたけどね。だからね、もったいなくて開けた。それとも、ひょっとするとあれかもしれない。ケースかなんかにずっと入れてたから綺麗なのかもしれないけど。まあ、開封済みになっちゃうよね。こう、箱開いてきたらね。ね、これがちょっとね、最後にしようと思ったんですけど、もうちょっとね、出しづらいのよ、もう細かいのが。明らかにどかして撮ってたから、歌ぶり。フリー、うちわでしょ、これ。違う、ごめんなさい、クリー、いや、これあれだ。あの、黒子のバスケですね。これ、撮りやすくなったよ、もう。2時、3時。分かっててどかすっていうのがね、ちょっと邪魔したね。妖怪ごっちのメダル。これ、ドレスっていうんですか、ドレス、ちょっとわかんない。読み方がわからない。これな、アニコロって書いてある。ロフマオアニメートカフェ、これちょっとごめんなさい。わからない。読み方がわからない。で、また出たよ。これ、妖怪メダル。これ結構、5箱で結構な数出たんじゃないかなって思いますけどね。あ、これもあれかな。オンエアなのかな、じゃあね。あ、ほかほか亭と、ヒロアカの、これはバッチ。こんなのあるんだ。映画の時かな？なんともね、つゆちゃんか。ね、はい。あ、これなんだ。はい。ブルースウルトラキャンペーン。あ、これでもショート動画いけそうだね、これね。はい。非売品でしょ、多分。ね。あ、買うのかな？それとも。でもこういうのってさ、高いお弁当買わないとついてこないって言ったら、なんか、バッチ結構買ってね、みたいなとこもあり、まあ、いっか。ね。はい、これは、何ですかね、これは。これは、アイドルマスター、最大 M かな。ね、あんまり言わない方がいいかもしれないね。はい。これちょっとわかりません。はい。書いてない。あー、おそ松さん出たよ。今回おそ松さん多いなー。いやー、おそ松さんね、だいぶね、いろいろあってなくなったんですよ。またどんどん増えてるわ。アイドルマスターじゃない、アンサンブルスターだな、これ。あ、これはあれかな？ K かな？これアイドルマスター、ね、女の子バージョンかな？で、メダルね。メダルも多いな、もう。これ、あ、これ2、3時だね。はい。あ、これいつもわかんないやつ。これ何これ？何これ？なんか見た、あ、これ配給か。配給で、妖怪メダル。なんかね、配給ね、なかなかね、うちの子も欲しいとか言ってね、最近ね、10周年かなんかでね、配給がね、ちょっとね、徐々にこう、来てるんですけどね、あんまりないっていうね。間違えてバッチ取っちゃったよ、もう。バッチ混ざっちゃった。妖怪メダルですね、これね。はい。はい。ちょっと落っこっちゃうから、これ。これ、いっぱいあるんですよね。はい。大沢さん。これは、もう見えない。もうしょうがない。バンドリのやつです。はい。はい、オンエアのやつ。はい。アイドルマスターサイド M。はい。また出た、ブッシュ2って書いてある。なんだかわかんないやつ。で、カード。もう飛び出きてる。袋から飛び出ちゃってる。テープで止めてないからね。で、これ、配給。ね。はい。書いてあるからわかる。これ、非売品。あ、これ、キングオブプリズムかな。ちょっとわかんないですね。はい。
出た。あ、また妖怪だ。もう刺さってるよ、もう。スター・ウォーズ、エピソード1。エピソード1、下敷き。ただ、ここね、わかりづらいですけど、折れてんすよ、ボキって。もう、最悪。うかっこいいんだけどな、折れてんすよ、ここな。もう、惜しいな。だから福袋入ってんだろうな。スター・ウォーズ、これは、全部のシリーズみたいな感じかな。ね。ほら。ね。アナキンから、こう、ダース・ベイダーまでみたいなね。あ、違う。ダース・モールか。これなんだこれ。意志を受け継いだって感じかな。ワンからね。はい。そして、稲妻イレブン、下敷き。小さめだけど。ね。はい。これなんだろう。シネマアート、スタジオ地図10周年9時、シネマアートフレーム。なんか、はい。番号がもう振ってあるけど。ね。はい。これ何のやつだろう。さあ、スタジオ地図の作品のやつ。あー、出た。聞いたことある。CM 見た。未来の未来。ね。ということで、これ。はい。ちょっとごめんなさい。俺見てないんでわからないです。あら、かわいい。これ何これ何これ恋活サンシャイン。あららら。あらら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 ら。これね。ドキドキしちゃうね。絵でもね。いくら絵でも。あ、これ、あ、すん、うん、これ、おそ松さんとサンリオのやつ。おそ松さんってこれ、もうこれ、あれだな。シェーっていうポーズだけで、これ、おそ松さんじゃないよね。って感じもするけど。ね。サンリオの方じゃないかな。これなんだろう、これ。あ、月パラって書いてある。月歌詞系のやつかな。これは、何これ。あ、これも月歌系かな。はい。はい、よかメダル。もうメダル多いな。全部今出したと思ったんだけどな。あ、これ、いっぱい、同じのいっぱい出てくるね。これ、アムネシアかな。ねえ。ディアボリックラバーズか。まあね、もうわからん。どっちだかわからん。ちょっと、おすまつさん。はい。あ、出てきた。なんか2種類。開けてないやつ。おそ松さん。こっちにもあったんかい。妖怪メダルがたくさん出てくる。おー、稲妻イレブン、キャラクター走ってるよー。ダッシュ。ね。はい。前回も出てきたけどね。はい。さあ、あ、これ何これ。あ、コリ、オンエアかな。これ何なの、コリってわからないんですよね。いっぱいあるから。はい、そして袋のやつ、袋詰め。さあ、ね、前といつもと一緒かな。はい、歌プリのカード。これツイステカード。これアンスタのやつかな。これね、はい、アンスタのデータ入力済みみたいなやつかな。アンスタのやつ。これアニメディア。ね、こっちか。戦場のワルキューエの あのポストカード。これちょっとあんまり、ね、これ黒羊。あんまり裸はあんまりね、出さない方がいいかな。ダブリー。ナルトカード。アンスタのカード。クロコのバスケのシール。ウタプリーのカード。これなんだ。あ、ね。ポテトチップのカード。いや、プロ野球のね。アンスタのカード。マジか。マジか。マジか。はい。はい、プロ野球チップスのカード。ね。たまたま食べたのかな。なんか、枚数がちょっと中途半端ですけど。ね。はい、はい、はい。これね。はい。ウタプリーのカード。あ、そして黒子のシール。ね。これは、ツイステのカード。多いな、これ。またばらけてるな、もう。ね、はい。データ入力も終わりましたって感じだね。はい。歌プリのカード。ね、これは原田。プロ野球チップス。目をね、いつものように隠しますね、これね。これカラフルなんとかだよね。カラフルステージってやつ、ゲームのやつかな、これね。アンサーのやつ。はい、毎回ので、歌プリね。お、なにこれ。ウルトラマンのあのカードのやつかな。なんかね、カードゲームのやつかな。戦うゲームのやつかな。で、ツーイーステでしょ。で、これが、アンスター。ね。で、これ、キラキラのあの、死んだ万象のやつ。死んだ万象のやつか。で、ナルト店の、コースター。ね。これなんだろう。うん、これ、わかんない。なんか、なんか、多分、フィギュアについてたあの、おまけのカードでしょ。で、これ何これ。あ、日向坂さんだって。ココイチのやつだ。
カレーを食べてハッピーって書いてある。ね、ハッピーハッピーってことでね。ハッピーなのに売られちゃうというね、推しじゃないとなかなか厳しいのかな。さあ、そしてですね、ダン、すごくないこれ。箱です。ディアボリックラバーズの箱のやつでございます。開かないときたよ、また。はい。ボックスです。全部入ってます。6箱入っています。で、これ、あ、開いてるわ。ね。これ、よくある手なんですけど、よくある手というか、だいたいボックスで買うと、これ何個入ってるかな？あ、出ました。ワンボックスでコンプリートできます。ね、書いてあります。もうだから、もう、めんどくせえから、ボックスで買ってねってことですよね、これね。ということで、これごめんなさい、もう開封はもうちょっと別動画で、これ長くなるんで、ね。ということで、2000円ってことで、まだ、ドーン来た。またフリーのやつ。また来たよ。クリアラバーストラップ6種類。ね、1個525円。ね、はい。2,4,6 と6個入ってます。ね、これ全何種類でしたっけこれ。全6種類。来たよ、これ。ね、1箱買うと揃ってんじゃないのこれ。ワンボックス、6パックってもうレジ打つとき間違えないように書いてあるから。かける6みたいなね。これも全部揃うんじゃねと思うんですけど、これやるとまた長くなるんで、これはまた別動画でやらさせていただきます。ね、はい、で、これで最後でございますね。2000円ですごくない箱物。こちらです。ドーンバンデッキ。おーこれすごくないか。トレカ入ってるよ。お出た。マジっすか。ちょっとやらなかった理由はこれです。マジっすか。おー、マジっすか。おー、マジか。出ました。キラーカードです。ドン遊戯王、ブラックデーモンズドラゴン。わー、もう初期っていうかもうね、最初の頃のやつですね。いや、これいいんじゃない？いいじゃない？やりました。そして、前回ノーマルだらけだったんですよ。ノーマルだらけだったんです。今回、キラーカードだらけなんですけど、やったぜー！嬉しいなー、これ。最近さ、駿河屋さんでさ、トレカ8キロセットみたいなね、ごちゃ混ぜ8キロセットないので、これは、おいしい。嬉しい。いやー、これキラーカードばっかり入ってる。よかったね、これ。やりました、やりました。なんかね、嬉しいですね、これね。これそんなに状態も悪くなさそうな気もするけど。おー、悪くない。悪くないよ、これ。よっとぜー。ということで、全部で2000円ということで。5箱目、素晴らしかったですね、これね。今回2000円は当たりでした。ね。はい、素晴らしい。嬉しいでした。はい、以上です。ダバドバトードッ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 ドーどうありがとうございました。携帯が揺れた。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、カードチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。